式中戦車。という生き物を知っていますか？生き物かどうかはさておき、キハなら知ってるぞ。なるほど、その程度の知識はあるんだね。しばき倒すぞ。今回はそんなキハこと97式中戦車と、陸上自衛隊の最新 MBD、100式戦車を使って、戦わせたらどうなるのかを検証していこうと思います。そんなのわかりきってるだろ。それはもう、約70年もの時代差があるからね。どちらかというと、キハで100式を倒すことがどれくらい大変なことかを見ていくというのが、この動画の趣旨となりそうです。なるほど。そして、検証するにあたって毎度のごとく言ってるあれを。あれ？今回はこの歴史的な乗り物で遊びながら、科学技術の変遷や物理学を学べるオンラインシミュレーター、オーサンダーで検証していこうと思います。もはや恒例の惑星自己紹介。それでは見ていこう。まずは向かい合って正面から殴り合ってみる。これ以上ないタイマン勝負シチュエーション。知ってた。ということで、次は砲撃を封じた100式戦車を、なんとか戦場から押し出す方針で頑張ってみましょう。重量とパワーも段違いだと思うが、装甲や火力勝負よりマシか。それでは検証開始。知ってた。これはきっと正面から挑んだからで、後ろからならきっといけるはず。いやー、無理があろうかと。では後ろから。何を見させられているんだ。あ、待って、このままだと物理学を学べるオンラインシミュレーターの、素晴らしい物理演算によって車体にめり込む可能性がある。お、雪圧サスペンションか。姿勢制御で抗ってみる。そろそろ100式も動きたそうだぞ。一瞬前進してめり込みを外し、そのまま後退。ああ、普通に後退でもうされてしまっている。そりゃそうなるわな、前進も後退も同じ速度が出せるし。キハさんに救いはないのですか。厳しそうよなー。こうなったら100式の飛行を封じ、機銃のみで戦わせてみよう。さすがにそれならいけるかもしれないな。お、初動で燃やすことに成功。しかし消化されてしまった。まずい、押し出される。先ほど同様に突き落とされる。そしてこれはまさか。高低差を使って物理的に潰す気か。これはかなりのダメージ。キハの搭乗員が最低人数にまで減ったぞ。しかし100式の攻撃手段は体当たりと機銃のみ。果たしてキハの装甲は機銃を防げるのか。M2 ブローニングの方が心配だな。キハ、瀕死ながらも抵抗を続ける。しかし、重機関銃を前についに力尽きてしまった。どうすれば勝てるんだよー。てかそもそもキハは100式戦車に有効な攻撃はできるのか？そんな疑問に答えるべく、無抵抗の停止中100に攻撃をしてみることに。貫通可能場所を探らないとな。対戦車榴弾を使用しているキハは、砲塔後部のカゴが厄介。それを取っ払ってしまえば。撃破自体はできないことはない。らしい。ふむふむ。一応、もう一回試したんだけど、キハが抜ける箇所で有効なのは車体下部、砲塔後部など、それ以外もダメージは入るには入るけど。100式からすれば、そこまで致命的な打撃にはなっていない感じ。もっとも、動かない100式だからそうやって狙えるんだろうけどな。確かに、でもなんとか動く100式も倒してみてほしいな。まあそうだな、キハファンに希望を見せてあげてくれ。うむ、そうなると。100式戦車に砲塔と車体の旋回だけ許して、キハはその周りをぐるぐるしながらひたすら撃ち続けてもらいます。
どういう解決策？ちなみに1マル式はキハに対し攻撃はできません。動く目標を相手に有効弾をどれくらい出せるかを検証するわけか。何発撃てばいいんだろうね。ついに撃破したか。衝撃機が狂うほど撃ち続けてたから、キハの残弾が尽きる寸前での撃破でした。何発撃ったんだ？118発です。反撃なしの動く一丸を倒すのには、大体これくらいの弾薬を消費するそうです。あくまで一例ですが、これほど制限をかけてこの難しさなので、やはり無謀な挑戦であったということでしょう。でも最後にこれだけは言わせてください。キハはキハであるだけで魅力なのです。戦後の今、強さや勝つことにとらわれないで良い車両なのです。おそれでは皆さん、ご唱和ください。キハさんぼんじゃい。なんだこの終わり方。